ズッキーニの収穫が行われているのは栗原市若柳の専業農家、佐々木則吉さん方の畑です。今日は広さおよそ7アールの畑で18センチほどに育ったズッキーニを一本一本丁寧に収穫していきました。佐々木さんは栗原市で本格的に栽培が始まった2015年からズッキーニを育てていて、今年は例年と同じ、今月8日から収穫を始めました。 順調には来てます。どんな料理にでも合うんじゃないかなと思いますのでぜひ一生懸命食べていただきたい、いっぱい食べていただければと思います。栗原市では56個の農家で作る部会がおよそ8ヘクタールでズッキーニを栽培していて年間およそ130トンを出荷する東北有数の生産地となっています。 収穫されたズッキーニは大きさ別に箱詰めされた後、仙台や東京などの市場に出荷されます。ズッキーニは来月に苗を植え替え、11月まで収穫が続きます。